メイク濃くない？あ、気がついた？今ココナッツ町では濃いメイクが流行ってるみたいだからさ。なるほど、それでちょっとオシャレしてきたってわけね。私も今日お気に入りのピアスつけてきちゃった。二人ともお待たせ。あ、この声はリカって、どうしたの？髪の毛の色が薄紫になってるじゃん。そう、美容院に行ってイメチェンしたの。いいじゃんいいじゃん、透明感もあって似合ってるよ。ちょっと待て、お前ら。え、なんだなんだ、お前たちのその派手な見た目は。何おじさん、誰？あ、チャイムだ、早く教室行かなきゃ。そうだね、行こう行こう、あんな人ほっといて。おい、皆さんおはようございます。てか、どうしたのあなたたち。リカちゃんは髪を染めたの？翼ちゃんのメイクは濃いし、美咲ちゃんのピアスはかなり目立ってる。今日に限ってあなたたち、なぜ？え、何か問題でも？今日に限ってって何かあるんですか？私たちいけないことをしましたかね？それが今日から生徒指導の鬼山先生が来て。鬼山先生？お前たち、さっきはよくもこの俺を無視して言ってくれたな。ああ、いきなり話しかけてきた意味わかんない人だ。なんだその言い方は。口を慎め。俺の名前は鬼山健三、生徒指導として新しくこの学校に来た先生だ。鬼山健三、強そうな名前だぜ。生徒指導ってことは、そうだ、お前たち注意されることはもうわかってるな。まずは一番後ろのお前だ。お前、私でしょうか？名前は国宝カレンと申します。一体何でしょうか？国宝カレン、この学校は制服が決まっているはずだが、なぜ違う制服を着ている？はい、それは私が説明いたしましょう。カレンお嬢様は冷え性なのです。寒くなるとお腹がすぐに痛くなってしまう繊細なお方なので、だから普通の制服よりもちょっとモコモコした生地で、それも高級な素材を使ったこちらの制服を使わせていただいてます。ああ、お前に聞いてないんだけど。っていうか、まず誰だ。関係ない人は校内立ち入り禁止。私はカレンお嬢様の執事です。執事がいちいち学校ついてくるなんて聞いたこともね。とにかく立ち入り禁止だ、早く出ていけ。でも。大丈夫ですわジェームス、また放課後迎えに来てください。ではまた放課後車でお待ちしています。車？言っとくが、車での送迎は今後禁止だ。なんで？自分で歩くことで足腰が鍛えられ強くなる。これはお前のためだ。もしそれが守れないなら反省文5枚だ。反省文？そんなのもしないといけないの？ではジェームス、送迎は大丈夫ですわ。私、皆さんと歩いて帰ります。お嬢様、わかりました。おいおい、ちょっと厳しすぎやしねえか。いきなり来てそんなこと言われても。今後は生徒指導であるこの俺に従ってもらう。まずお前は言葉遣いを直せ。マジっすか？それもだ、今のマジっすかなんて先生に使う言葉じゃない。いや、でも俺はずっとこういう喋り方でやってきて。それもだ、目上の人と話すときは俺じゃなくて僕。無理無理無理、今さら僕なんて言えねえよ。それもだ、言えねえよなんて言葉遣い禁止だ。マジかよ、じゃなくて本当ですか？なんなのこの先生、今まで緩かった校則なのになんでいきなり。この俺が来たからだ。この学校は誰も注意しない先生ばかり、今までが間違っていた。だから俺が生徒たちを正す。さっきから生意気なお前も禁止するところがたくさんありそうだな。よし、まずは髪をくくれ。女子は髪の毛が肩につく長さなら必ず結ぶこと。伸ばしっぱなしは禁止とする。髪の毛結んだら後がつくから嫌なんですけど。さっきも言ったよな、守れないやつ、反抗するやつは反省文5枚
倍だぞ。それにお前メイクしてるな。目の上に色なんかつけやがって。いいか女子たち、メイクももちろん禁止だ。いやいやいや、じゃあすっぴんで来いって言うの？そんなの無理無理。無理じゃない、学生なんてすっぴんが当たり前。何それ、古臭い考え。とても令和には似合わない先生ね。なんだぞ、反抗したことにして反省文書くか。あ、いいえ、ごめんなさい。次はお前だ。俺特に何も言われることないと思うんですけど。お前はなんて肌の色が黒いことだ。それの何がいけないんですか？俺日焼けしてる肌が好きです。よく海に遊びに行くんです。私もよく一緒に行くけど、日焼け止めなんか塗らずにむしろガンガン太陽を浴びてるよね。ああ、だって俺もっと黒くなりたいもん。鬼山先生も絶対日焼けしてる方がかっこいいっすよ。って言っても先生はあまり外で遊びそうにないか。ふざけるな！俺は日焼けなんか全然したくない。そしてお前も肌を焼くのはもうやめるんだ。ちょっと待ってくださいよ。みんなの校則違反はまだわかる。でも僕は日焼けしてるだけですよ。何がいけないんですか？その黒い肌がチャラく見えていじめに発展するかもしれないからだ。いやいや、それはないでしょ。ねえ、今時肌が黒くても白くても何も気にしない人が多いんですから。っていうか、肌が黒いとチャラく見えるっていうのは先生の勝手なイメージですよね。みんなはそんなことを思ってもないと思いますよ。うるさい、とにかく肌を焼くのはもうやめろ。なんだよこの理不尽な先生。そしてさっき反抗してきたお前、これは女子全員に言えることだけど、まずスカートが短い。短すぎる。これは膝上何センチだ。ちょっとやめてくださいよ。本当ですよ、それはさすがに。なんだお前ら、俺が変な人みたいな目で見やがって。スカートの長さは膝に当たるぐらいでちょうどいいんだ。それは絶対折って縫ってるよな。お前もお前は長さはオッケーだが制服が違うからアウト。そしてこの香山梨花のカバンにつけてるマスコットは何だ？それはハルト君がプレゼントしてくれたものです。でも別にこの高校はカバンの指定がないからそれも自由ですよね。いや、ダメだ。こんなの授業中にチラッと目に入ったら集中力が途切れる。そういうものは一切持ってきてはいけない。そしてその髪の色もなんだ、ふざけてるのか。お前もなんだその一部だけ水色の髪は。なんだその光っているような金髪は。明日までに必ず染めてこい。いや、でも私染めたばかりなんです。それをまた染めたら髪の毛が痛んじゃう。ほう、お前も反省文を書きたいようだな。違います。違わない。そして隣のお前、ハルトは特に違反してることはなさそうだぞ。ズボンの丈が短い。丈だ。これは入学した時から背が伸びたんで丈が短くなるのも当たり前です。うん、それは仕方がないことだと思いますけど。ダメだ、背が伸びたなら丈もどうにか伸ばすか、新しいのを買え。ぴったりのものを着てないということは違反していることになる。言ってることむちゃくちゃすぎますよ。そしてお前はまず眉毛が細すぎる。そんなところも？眉毛剃ってるな。当たり前でしょ、ちゃんと整えてなきゃボーボーになっちゃうし。ダメだ、なぜかというと眉毛を整えることで眉毛は細くなりきつい印象を持った顔になるかもしれないからだ。つまりいじめに発展するかもしれないからだ。またそれ？なんで眉毛が細くなったらいじめに発展するかもしれないのよ。本当意味わかんない。あとみんなに言えることだが、ピアスはもちろん禁止だ。もう全部じゃないですか。以上、今日
注意された人は注意されたことを明日必ず直してくるように。もし直さなかったら一つ注意されたことに対して反省文5枚だからな。どうしようかな。髪の毛染め直そうかな。染め直す必要なんてないわよ。意味わかんない理由でゴツゴツ言ってるのは鬼呼ぶなんだからさ。でも直さないとまた明日言われるぜ。それに反省文も書かなきゃいけなくなるし。そうよね。直すまでしつこく言ってきそうだしね。はぁ、とんでもない先生が来てしまったもんだぜ。あら、高校生の皆さん、ため息ついてどうしたの？ビクトリア先生、聞いてくださいよ。実は私たちのところに新しく来た先生が。はぁ、このビクトリアに任せなさい。あの鬼山先生、さすがにあれは生徒たちに言い過ぎでは。何がいけないんですか。俺は昔からある学校の校則というものをあいつらに教えてやっただけだ。失礼します。はじめまして、私はココナッツ小学校の教師ビクトリアと申します。小学校の教師が何の用ですか。あなたが鬼山先生という方ね。話は生徒たちから聞きました。正直に言わせてもらいます。あなたの考えはとても古い。古すぎる。あれもダメ、これもダメ。直さなかったら反省文。まったく、いつの時代の考えですか。なんだ、俺は間違ったことは一つも言っていない。間違ったことを言ってないかもしれないけど、正しいことも言ってない。カレンちゃんの執事が立ち入り禁止ですって。あのですね、カレンちゃんはこの辺では有名なお嬢様。登下校中に何かあったらいけないからと執事がついているんです。もし執事がいないカレンお嬢様を狙う危ない人がいて何かあった場合、あなたに責任が取れるんですか。カレンちゃんとご両親と先生たちで話し合って、登下校中は執事をつけよう、送り迎えをしようって決めたのなら、それに私たちは口出しする理由がありません。何も知らない今日来たばかりのあなたが決めることでもありません。でも翼ちゃんのメイクだってそう。今時高校生でメイクをしてるぐらい普通です。というか社会人になったらほとんどの人がメイクをしています。逆にメイクしてないと、え、すっぴんなんて目で見られたり、メイクをすることが当たり前の時代。高校でお化粧のやり方を教えるところもあるぐらいですからね。それにかけるくんの色が黒いとかって文句もつけたみたいですね。はい、日焼けをするのはダメって言われました。日焼けをすることの何がいけないのかさっぱりわかりません。じゃあジグロの人はどうなるんですか。美白の人もいけないんですか。肌の色で人を判断するのは人種差別だと思いますけど。そうだそうだ、言ってやれ。それにリカちゃんの髪の色だって私は個性でいいと思います。それにこの高校は髪を染めることを禁止していませんでしたから、なんで全部あなたの判断で決めるんですか。一人一人の個性を大切にし、今までの先生たちが作ってきたルールをあなたが勝手に変える必要はない。この高校の生徒たちはとてもいい子ばかりです。外見をどうのこうの言う前にちゃんと中身を見たらどうですか。外見でしか判断できないあなたは教師に向いてません。くそ。鬼山先生、明日からのことについて校長先生からお話があるそうです。きっと今言ったことと同じことを言われると思いますよ。くそ、俺は間違ってない、絶対に間違ってないのに。ビクトリア先生、めちゃくちゃかっこよかったです。うんうん、俺たちの思いを全部言ってくれてすっきりしたぜ。人を外見で判断する人は一番嫌いだからね。だけどもきっと大丈夫よ。ビクトリア先生ありがとう。イエーイ、先生最高。ほんとビクトリア先生のおかげですっきりしたって思ってくれた子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。